どうもありがとう今日は11月15日でございます。ちょうど11月中日ということでね、半分が終わったわけなんですが、ちょっと本編入る前に皆さんに確認したいことがあります。えこの動画、まあ、このチャンネルをね、見てくださっている方は、おそらく多くの方が11月の目標を掲げましたよね、と信じているんですけれども、まあ、私も掲げましたが、皆さん今この画面を見た状態で11月の皆さんの目標、自分のね、目標を言えます口に出せますか何も見ずにですよカンニング調めだよ で、これがちょっと確認したいところで、例えば私だったら、応援月間なんですよ。今年。あ、ごめんなさい。今月ね。で、3つのを,を大事にしてて、え、怒らない、おごらない、落ち着くっていう、まあ。この3つを掲げてるんです。で、皆さんが、時にも,、ね、もし、えっと、目標を決めて、それが出てこなかった方は、もうちょっと自分の目標を大事にしましょうっていうのは、やっぱり目標を決める、その指針を決めるのって、それなりにいっぱいエネルギーを使って、時間を使って考えて決めるじゃないですか。 決めたものをナーナーにすると、自分自身をナーナーにしてるのと同意なので、結構自己肯定感下がりやすくなるんですよ。逆に自分で決めたことはそれに向かって頑張るんだって。つまり、ちょうど半月前だよね。半月前の自分と今の状態が同じわけよ。半月前の自分と自分が同じ方向に向かって走ってる。 状態になるとですね、自己肯定感が保ちやすくなる。自信もつきやすくなるので、もしね、今、こう、ちょっと目標をないがしろにしてた方は、もう一回、<え>もう一回ちょっと大事にしよう。自分の目標っていうの。っていうのを意識してください。っていうのと、ごめんなさい。ちょうど中日だったんでね、どうしても伝えたかったところなんですが、まあ改めまして。で、今回はですね、まあサムネイルにあるように、えっと、24時間勉強をし続けろと。 まあ勉強のことずっと考えろという意見があるわけです。で、片や、えー、メリハリをつけて、休む時には休みなさいという意見があるんですよ。で、自分はですね、結構これ両方言います。動画ではどっちかというと、メリハリつけようねのが多く言うんですけど、これ24時間勉強のこと勉強しろよみたいな、勉強のこと考えろよっていうのは結構、熟考詞の時から割と言うんですよね。で、これ結構、正反対の意見というか、かなんか共存できない感じ。で、囚われがちなんですけど、実はこれって共存させなきゃいけないんですよ。両方の意見を。 で、これを今聞いたときに、いや、そうでしょって思う方もいると思うんですね。で、今、YouTube でもね、多くの方がいろんなことを喋ってられるので、多分いろんな人の意見を聞いたりとか、まあ読んだりしてね、そこにこう、納得できている方はもうこの動画見なくていいです。ここでストップいつか聞いちゃって構わない。時間もったいないんでね。で、もし、今ここまで聞いて、その24時間頑張れっていうのと、メリハリつけて休む時は休めよっていうのが、え、なんで一緒なのみたいな。全然違うじゃんって思う方はちょっとね、一緒にすり合わせしましょう。 このすり合わせができると、特に受験生に関しては、こっからの伸び率にも関わります。伸びやすくなる。そこがちゃんと分かってる状態で勉強していくのと、いや、全然ちょっと意味分かんないんだけどってなってるのと、かなり差ができるので、ぜひね、最後までお付き合いできていただけたらと思います。で、今回はですね、えっ、ー、と、あえて、えっ、ー、と、こういった内容を取り扱いたいのと、えっ、ー、と、わーって喋った熱が伝わったらいいなと思うので、ちょっと脳編集でいきますんで、ぐだったらごめんなさい。では、早速ね、参りましょう。で、何が共存してるかっていうと、 基本的にメリハリの方はこっちは大事です。こっちがまずありきなんですよ。どっちかというと。だからメリハリを大事にしましょう。つまり24時間ずっと頑張り続けるって基本的にはできないです。スーパーマンじゃなければ。例えば1日だけとかだったらいけると思います。1日もこのじゃあ10時から翌朝10時まで休みとかを使って24時間勉強をし続けるチャレンジとかだったらできるんですよ。割と。頑張れば1日だったら。でもそれを毎日はできないじゃないですか。 こうなったらってずーっとだよ。48時間、72時間って、ずーっと勉強し続ければできないので、まあ実用性はないわけです。毎日の継続性はない。だけど、基本的にはだから、やるときはやるし、休むときは休む。いつも言いますけど、時間じゃなくて、量で決めると。今からこの量を勉強すると。決めたら、そこまで行ったら休むんです。休憩。で、休憩時間は時間で決めるんです。時間で決めてタイマーとかつけてね。で、そのタイマーがなったら、 次をやると。で、次をやるときもですね、その1回目、終わって、1回目が終わって、休憩に入る前に、次、休憩後に開始する、最初にやるものを決めておきましょう。次は休憩タイマーがなったら、ここを始めますと。これが最初の問題ですと。で、決めておくと、すんなり切り替えやすいので、そこもね、ぜひ使ってほしいとこなんですが、つまりメリハリは大事なので。休憩時間は別に何しても構わないです。別にゲームしようが、DVD 見ようが、YouTube 見ようが構わない。休憩なんだから。 いいんですけど、で、これをメインで、ね、過ごし方としてはメインです。ただ、24時間勉強、まあ、しろとは違う。しろじゃなくて、勉強をついて考えろっていうのはこれ正しくって、例えば、休憩にしても、休憩してる時も、どこかで勉強のことは考え続けます。これは実際自分が大学受験の時もそうでした。 えー、お風呂入ってる時、まあトイレ行ってる時もそうですよね。というあの、まあ自分って当時 YouTube なかったんでテレビとかでしたけど、テレビを見てる時、え時もずっと勉強のことはどっかで考えてるんです。いやこれが合う合わない場合あるかもしんない。合うかもしんないですけど、その休憩ね、休憩は何のために休憩してるんですかって。それはもちろん休息を取るためとかもあると思うんですけど、いっぱいね、ひっくるめて言うと、次の勉強にいいパフォーマンスを出すために休憩してるんですよ。 つまり、勉強、効率良い、効率のいい勉強をするための休憩なんです。いいもちろんだ、だから、休息を取るは正しいんだよ。正しいんだけど、目的は勉強のためだから。基本的には。ずっとそう考えてる。で、今これも11月の中日です。まあ、受験まであと2ヶ月半とかも3ヶ月くらいなりましたよね。で、この意識は絶対持っとくんです。 つまり、別途、休息、メリハリは大事です。ただ、24時間勉強のことを考え続ける意識が大事。つまり、休息に関しても、何のために休息してるのって。次に、いいね、いいパフォーマンス、いい勉強の集中力で入り込むために、休息を取ってる。っていうふうに考えてください。いいですかじゃないと、切り替えられないですよ。切り替えられなくなります。つまり、その意識がないとですね、よっしゃやることだぜ、優しい休憩。<laughs> よしゃ、YouTube 見よう、みたいな。 ってなっちゃうと、次、だいたいね、ぐだるんですよ。例えば、10分休憩ってしてたのに気づいたら20分、30分とか経っちゃってる。もしそれをね、それをやったらどうなるって、自己嫌悪になるの分かってるじゃないですか。うわ、やっちゃったよって。ああ、ダメだ私。ああだ俺マジで。って思うのが目に見えてるでしょ。 で、そうなっちゃったらどうなるって。自分がね、やっちゃったよって思いました。え自己肯定感が下がります。自信がなくな,なくなります。やる気がなくなります。効率が悪くなりますって。まあ、悪循環なの分かってんだよ、絶対に。だから、その悪循環に一回陥ったら、皆さんそっからさ、上に這い上がるのってめちゃめちゃ大変なのって、体感してるでしょ。ここまでの勉強で。一回は経験あるはずだから。 だから、ここに戻す大変さを知ってれば、そうなりたくないんだよ。次のパフォーマンスを良くするためには。だから、休憩時間を、時間で決めたら、絶対守ろうと思うの。一回それを破ったら、どうなるかが分かってるから。マイナスが大きいんだもん。っていう風に、全体的にメリハリをつけることは何度も言うけど、大事なんだって。休憩は取ってください。絶対に休憩は取る。睡眠時間も絶対ちゃんと取る。睡眠時間は削らないよ。削っていいことないから、基本的に。だから、取ってください。ですけど、 ま睡眠はね、もちろん、あれよ、寝てる時間だから勉強のこと考えてなんて思わないけれども、でも、休息っていうのは、全体の勉強パフォーマンスを上げるために取ってるんだから、っていう意識を常に持ってください。これが、俺の中で24時間勉強について考えるっていうことです。いいですかだから、この部分がちゃんと持っている。で、これね、言うとね、疲れるなって思うかもしんない。そんな、ずっと勉強のこと考えてらんねえよみたいな、言う方もいるかもしんないんですけど、でも、 あと、たかが3ヶ月よ。言うても。3ヶ月間、うん、その後さ、進路ね。まあ、進路がどうでもいいならいいわ。でもさ、進路がどうでもいいから多分この動画見てないんだよ。多分志望校があって、行きたい高校行きたい大学あるわけよ。で、そこに向かってきね、まあ、頑張りの度合いあるかもしれないけど、何かしら頑張ってるわけ。努力したいし、そこに行きたいと思ってる方たちじゃ。この3ヶ月間、うんね、死に物食いで、まあ、やって苦しいなと思いながらやって、そこに行けた状態と、 ああだってそんなずっと考えてなんねよめんどくせえからいいよいいよって、まあ、力を抜くというかその状態でやって、まあ、それでうまくいくこともあるだろうけどさそれでうまくいかんかったらその後だって高校3年間大学4年間場所変わるんだよいいだから、まあ、言っても3か月だと思うんだわいやもっとだよ本当はねこれもっと早い段階もちろん2年生とか見てたらもう今からやってほしい1年間とか早い時期にこの意識がもう染みついたらもう抜けなくなるから基本的に いい自分の全体的なパフォーマンスを上げるためにメリハリをつけてやってるんだって。これは仕事も一緒だから。社会人になっても一緒。今でも一緒ですもん。仕事も。ずっとね。休日とかもそう。自分がその仕事をする時のパフォーマンスを上げるために今何をしてるのかって。一気にまあダラダラするのもそうよ。ね。だからそういう風にぜひ意識を持ってもらえたらと思います。 なんか、うまく伝わったかなちょっと、うまく伝わったかちょっと怪しいとこあるんですけど、まあそのね、この24時間勉強,勉強について考えるっていうところとメリハリをつけるっていうところが全く別の意味ではなくて、共存してるんだって、両方の意識を持って、 でやっていく自分のやるべきことをやっていくことがすごく大事になるんだっていうのをぜひ今まで持ってなかった方はその視点というかそれを持ってこの11月後半ねをやって12月と迎えてもらえたらと思いますはいということで今週もねここまでお付き合いいただきありがとうございましたまた来週月曜日に何か喋っていきますのでよかったらそちらの方もぜひ聞いてみてくださいでは今週1週間もまた頑張っていきましょうそれじゃまたね頑張っバイ <laughs> 頑張って